なんか急にね、布施明の歌でね、いつの間にか君と暮らし始めていた。ね、でね、君にできることは、ボタンつけと掃除だけど、そんな後が全然出てけへんから。でもなんかしたけど、君にできることは、ボタンつけと掃除だけ。これがもう頭の中もうぐるぐる何回も今浮かんできとってね。だけど、この先が分かれへん。思わず調べました。積み木崩しを宝石ペペ。じゃあ、ねえ、あれで、宝石ペペは飛び出す青春や。積み木の部屋、布施明。ほんでね、歌詞がやばかった。これ流したらまた著作権で怒られるからね、あれなんですけど。わかった。君にできることは、ボタンつけと掃除だけど、満ち足りていた。満ち足りていた、ね。幸せやってことなかな、もう十分すぎるいうことなんやね。だから、ね、彼女か嫁さんか、彼女やろね。君にできることはボタンつけと掃除。ボタンつけと掃除のもようわからんけど、掃除できたらよろしいやん。ボタンつけと掃除しかできへんけど、満ち足りていたいね。スッとした。だけど、満ち足りていた。小学生ぐらいかな、私ら多分ね、流行った。中学生ぐらいかな。なんと、歌のね、上手な人やなってイメージでね。今でもご健在なんかな。だいぶ年上でしょ。ん？コンサルとか出るよ。ちょっと待ってくれやした。電話ですわ。はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。喉乾きました。相変わらずね、喉乾き病ですね。だから、ワンカップ飲んだから喉乾くんか、胡椒入れすぎて喉乾くんがちょっとわからんすけどね。めちゃくちゃほんま喉乾くん最近。それか、糖尿病が悪化してるんか、それはわかりまへんけど、喉乾き病ですわ。だけど、満ち足りていた。ランちゃんほんま大きに美味しかったです。胡椒、酢胡椒で食べる餃子、美味しい。満ち足りていた。この、ちょっと喉乾き病やばいかもしれんね。ほんまに。けど今日はこれ白ご飯なしからね、これね、いっぱい食べ、もうめちゃくちゃ腹いっぱいになりましたけど、白ご飯なしで終わりそうですわ。いや白ご飯食べなあかんねん。
うちのあの栄養士さんはね、栄養士さんやから病院の方針は白ご飯はねしっかり食べなさいっていう方針なんですよ。あの糖分やけど炭水化物やけど白ご飯は食べなあかんちゅうね決まった。その食べ過ぎは決まへんで、食べ過ぎはあかんけど、私は何グラムやったかな、170グラムやったかな、なんかそれは食べんとあきませんね、一食ね。だけど満ち足りていた。変なことでさ。でこれ喉乾いてコーラ飲んでるでしょ。けどこれあのドクターハッシーがね、ドクターハッシーがあのこの何ちゅうのゼロコーラ、あの人工甘味料のそれのは飲んでいいよって言うとったからね。ドクターハッシーってあの YouTube のね内科医の先生。だけど満ち足りていた。お後がよろしいようで、にぎやかですんません。おやすみなさい。大きに失礼します。大きにはばかりさ。バイチャバイなら See you again。 だださよなら。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。